はい、それでは体幹を意識した腕立て伏せを行っていきます。門馬選手お願いします。はい、まずは膝をついた状態で頭からお尻までしっかりと一直線、この体幹の一直線を意識してください。それができたら膝を離して、はい、顎がつくぐらい下がって上がる。で、特に上がるときに腕の力に負けて腰が反らないように気をつけてください。はい、ちょっと楽にするには膝をついてやります。こうすると腕にかかる体重が減って楽になります。さらに難しい人は胸をしっかりパタンとついて、はい、で足の力で戻してっていう風な、こういった沈むだけの腕立て伏せでもいいと思います。はい、腕に負けないしっかりと体幹を意識した腕立て伏せっていう風なところをぜひチャレンジしてください。はい、それでは自分の手を使って行うスクワットをやっていきます。下山選手お願いします。はい、膝の外側で自分に抵抗を加えて、はい、スクワットをします。手に負けないようにしっかりとお尻の横を意識してスクワットしてください。はい、違うパターンでは膝の内側から今度開くように力を加えて、はい、スクワットします。ももの内側をちょっと意識してスクワットを行ってください。ちょっとこれでやりづらいよ、ちょっと不安な人は椅子を使ってください。椅子に座ってで、ちょっとお尻浮かせるぐらいのところで行うと、まあ、後ろに転倒する不安がなくやれるかと思います。別のパターンもですね。はい、OK です。片足でバランス取る際にお尻の横とか太ももの内側はとっても大事です。ぜひチャレンジしてください。はい、それではタオルを使ったストレッチを行っていきます。野田選手お願いします。はい、仰向けに出てください。膝股関節を曲げてつま先に、ちょっとバックしましょうか。つま先にタオルをかけます。はい、太ももの前に力を入れて膝を伸ばして裏をストレッチします。はい、1回リラックス。はい、5秒間ほどぐっと力を入れて伸ばして、3、4、5、リラックス。はい、もう一度伸ばして、2、3、4、5、リラックス。はい、4セット目、2、3、4、5。はい、 OK です。はい、立ち上がってください。はい、だいたい5秒間力入れてストレッチを4セット繰り返してください。太ももの裏の筋肉がしっかりとストレッチされると、まあ、かがんだりとかしゃがんだりするときに体の負担が減って、とても体が動きやすいかと思います。ぜひチャレンジしてみてください。